こんにちは。今日は弦楽器をやっていると、まあ人生が豊かになる生きていて得になるという10のことをお話ししようかなと思います。<music> 僕も小さい頃から楽器をやっていて、楽器を弦楽器をやっていてとても良かったなと思うことが、やっぱりいくつかあるんですね。これはもちろん、お子さんでもそうですし。まあ、僕らのような大人になってから楽器を始める人にとっても。 当てはまるのではないかなと思いますさあでは行ってみましょうまず一つ目ですね、えー、まあ、これはちょっといきなり子供向けかもしれないんですけれども弦楽器をやっている人っていうのがやはり学校単位で見ても少ないんですねつまり弦楽器が弾ける人があまりいない周りにいないということこれはまずはポジティブな面ですね周りにいないということはいわゆる ビジネスの世界でもそうなんですけど競合がいないということなんですよ。で僕はこう自分のお話としてですねやっぱり小学校3年生ぐらいの時プロフィールとか書くわけですよ自己紹介しましょうみたいなそういう時にやはり特技と趣味でですすごく迷ったんですよね趣味と特技ってこれなんだろうと思った時に趣味は自分が好きなこと特技はじゃあ何だろうって言った時に自分の得意なことまあ言い換えれば他の人にでできないことですよね僕はスポーツが好きだったのでじゃあ特技速く走れることかな 思ったんですけれどもそれはやっぱりサッカーをやってる子とかまあ、いわゆる競合が多いんですよねピアノやってる子も多かったですよねでもバイオリン弾ける子ってのはいなかったんですよもちろん幼稚園時代の仲間とかはいたんですけど同じ小学校にはいなかったみんないろんなところに行っていたのでその学校単位で見ても多分僕しか弾ける人いなかったんですよねそうなると競合がいないので楽器が上手い下手とかそういう話がもはやなくなるんですよ基準がなくなるのでなのであもしかしてこれ僕は特技 にバイオリンっっててけるんんじゃなないいかなって気づいたんですよねその時からあこれバイオリンをやることってもちろんこれからいろんなお話をしていくんですけれども一つは周りにできる人がいないっていう。 まあ、ビジマーケットの世界ではブルーオーシャンとも言いますよね他に競合がいないからこれはあ一つは自分の何ん,んだろうな特殊な特殊な技能って言ったらちょっと大げさなんですけれども自分にしかできないことなんだなっていう自信がつくということこれは一つ目に大きいと思いますさて二つ目言語能力がが、えー、ととても上がると思いますこれはまあもちろん人それぞれだと思うんですけれども音楽をやっている時に自分の楽器もそうですし特にアンサンブルとかすると周りの音も聞きますよねとにかくくこの聞くっていう力は ものすすごく大事なことだとだ思うんです聞き取ってそれをイメージするそこからアウトプットにつなげるということに関して楽器は言、えー、言語化能力と同じっていう,ふうによく言われるんですね特に僕が推奨している鈴木メソッドとかはそうなんですけれどもとにかくこの聞くっていうことはなかなか日常生活はできないことなんですよ。で楽器をやっていると、まあ、無意識のうちに他の音を聞いたりとかその聞いた音を自分で演奏してみようとかなっていくわけですよね。 そうなってくると今はとても英語が日本でも何小学校でもよく使われるようになってきてますし大人でもそうですよね海外旅行に行った時とか僕もよく海外の友達とセッションをする時とかにあこの人たち何言ってるんだろうなっていうのがもちろんペラペラなレベルじゃないですけれどもやっぱり何を言ってるのか分かるカンバセーションに加わることっていうのは,昔よりは相当容易にな,ったと思いますなので2つ目のこの言語習得に役に立つ。 ということこれは子供にも大人にも当てはまると思います言語習得だけじゃないと思うんですよね普段お話をしている時とかも相手の話を聞いたりとか自分がこう話せばいいかなとかそういうところも伝わりやすくなるんではないかなと思いますさあ3つ目、えー、これはもう言わずもがな有名なお話ですけどいわゆる IQ が上がると言われていることですねこれはもう科学的にはもうすでに立証,立証されていてまあ、当たり前のことでは なないいかなと言われていますじゃあこの IQ が上がるっていうのは何ぞやというお話なんですけれども結局は情報処理能力の速さだと思いますいわゆる頭の回転が速いねとか頭が切れるねとかそういう言われ方ですよね。でこれはいわゆる非認知能力と言われるところですね。認知能力というのはいわゆる学校の試験とかテストで、えー、認知されている学的能力。 で、非認知能力っていうのは、そう,うテストなどでは測り得ない能力ですね。で、昨今のこの教育の育成の現場では非認知能力の向上っていうのがすごく言われているわけです。けれども、ここに対して楽器はすごくいいと言われてます。やはりこう弦楽器においては右手でね。弓を使ってコントロールして左手で指を押さえていく。そこに四角で譜面を見て読み取っていく。頭でイメージするっていう。 とてもいろんなことを同時に行っていくんですね。まあ、なので弦楽器は難しいって言われるんですけれども、ではその非認知能力に対して何がいいかっていうと、まあ、これは4つ目の話にもつながっていくんですけれども、細かい作業が得意になるという面もあるんですね。なぜかっていうと、弦楽器は指先をとてもよく使います。人差し指、中指、薬指、小指といろいろ使うんですけれども、特に爪を短くしなさいって言われるじゃないですか。これは指先で弦を押さえるからなんですね。 でこの指先というのは毛細血管やあるいは神経がとてもよく集まっているところなんです。この指先を 刺激してあげることによって IQ の話だの細かい作業が得意になるとか要は刺激物がものすごく多いんですよ。かつ、ね、ピアノや吹奏楽器と違って自分で音を作らなければいけない。で,で音を作るためには指先をすごく微調整しなければいけないんですよね。微調整して音を作っていく。そのの音を自分ででいいていくなので、まあ 先ほどのね言語習得に役立つとか IQ とかが良くなるとか、ね、細かい作業が得意になるというのは全部連動しているものなんですけどねこの指先を使うということがとても重要なポイントになってきていると思いますさて5つ目これはコミュニケーション能力がね育つと僕は思っていますコミュニケーション能力って何だろう人と会話をすることとの話を聞くこともそうですよねまあ、会話をすることにも全部含まれているんですけれども例えば子供においては 自分よりすごい、まあ、家族以外の大人と接する時間ってなかなかないですよね。そういう中で僕らのような大人とお話をしながら技術習得をしていく。あとはアンサンブルをしている時に周りのお友達とこうお話をしながらあるいは周りの友達がどのようなことを言われているのかなっていうのを聞きながら演奏習得していくと思うんですよ。大人ででもそうですよねいろんな方々と アンサンブルをしていく中で、あ、こういう風うに伝えてはいいんだなとか、こういう風うに言われてるなとか、そういう話を聞いていくと思うんですよ。また自分の意見を伝えるときもそうだと思うんですね。コミュニケーション能力はとても高くなると思います。まあ、ね、一人でレッスンに通うのもすごくいいと思うんですけれども、それだけでも多分僕は現場レッスンの現場でいろんな問いかけをすると思いますし、なぜそういう風に聞こうと思ったかとか。 どうすればスムーズに弾けるようになるかとかそういうクエスチョンを僕はよく問いかけてるんですけれどもそういう中でこう一方通行のね、えー、授業ではないところが楽器のいいところではないかなと思いますねコミュニケーション能力が良くなる、えー、コ,ミコミュニケーション能力がとても高くなることこれも一つではないかなと思いますここで一つお知らせです 僕が主催する弦楽器教室ハミングバードスタジオが新しく大田区の雪谷と横浜にオープンしましたお箸が持てれば弦楽器は弾けるということをコンセプトに初心者の方、主に4歳から70代の方まで幅広い方が一緒にバイオリンを弾いています大人からバイオリンを始めることはできるのか昔からずっとやってみたかった ななどなど弦楽器は誰ででも簡単に演奏できますハミングバード・スタジオでは随時、えー、体験レッスンを募集しておりますので詳しくは概要欄の方からホームページに遊びに来てくださいさて6つ目、えー、今度は集中力が上が上るとということですね、まあ、弦楽器だけではなくて、まあ、吹奏楽器などいろいろな楽器を演奏するときには一曲を通して演奏するっていうことは すごく集中力がいるということだと思うんですよもちろん最初のうちは短い曲から始まりますそこからどん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 曲って長くなっていきますよねその長くなっていく曲の中で小さい音符たちを一つずつ追っていかなければいけないこういう時にやはりこう四角を使いながら音符を追っていってその四角で見つけたものを伝達して左手に持っていくということこれはとても集中力が つくと思います大人になってからでもそうですね大人になってから、えー、楽器を始めた方でも同じことが言えると思いますなかなか日頃もちろん仕事などでね集中されてる方も多いと思うんですけれども音符を追っていくことまた僕らインストラクターとアンサンブルをする時メトロノームに合わせて演奏する時集中するファクターってまた違うと思うんですよね集中する対象かな今何に集中していてそこから何を 情報として合わせてフィックスするのかそういうやはり情報処理能力というのは非常につくと思いますなので集中力ということも、えー、楽器をやっていて、ね、つく一つのポイントになるのではないかなと思いますさて7つ目これは気遣いができるようになる と僕は思います気遣いっていうのはやはりこう僕らはね日本人の最大のなんいいところだと思うんですけれどもまずは楽器を大大事事ににすするととといううことこれは非常に大事だと思うんですね特に幼い頃から、まあ、大人からやると言わずもが分かってるかと思うんですけれども子供からやっているとどうしてもこう楽器って大切に扱うもんなんだっていうのを幼い頃から分かりえる一番いいことだと思うんですよ。 子供のおもちゃって簡単には壊れないようになってると思うんですよね。ただバイオリンはすごく繊細ですね。コマだって接着剤でついているわけではないんですよ。そういう楽器を扱っているんだ。日頃常に持って持って持ち歩いているんだということ。もうなんでしょうね。生徒さんの中にはたまにね間違って落としちゃうことかもいるんですよ。でもまあ、なんだろうな。そこで少しコマが長弦が狂ったりとかコマが倒れちゃったりするぐらい。 でまあまだ住んでるんですけれども、まあ、たまにね割っちゃう子とかもいらっしゃるんですけれども一、まあ、回壊しちゃうぐらいの方が僕は、ね、育成の面ではいいかなと思うんですよね。それれぐらいいい大事にしないと壊れちゃう楽器を扱っているんだよだから歩く時にねそんなになんだろうな雑に歩いたりとかどっかこうドアを開けて閉めるときに楽器のケースがぶつからないようにとか、ね、楽器のケースを置くときにドカッと置かないとか裏返しに置かないとかそういうところから 日常生活における気遣いっていうのができてくると思うんですよねなのでそれは人にとっても同じだと思うんです物を丁寧に扱える人は人に対しても丁寧な言動ができると僕は思っていますこういう一つ一つの気遣いということが生活においてですねとても重要な役割を果たしてくれるのではないかなと思います さあ8つ目でですねいろんな人と演奏できるこれは僕はとても楽器宛てでよかったなと思うんですけれどもこれは子どもにも大人にも当てはまると思います特に弦楽器は1人で演奏するのもいいんですけれどもやはりアンサンブルということがとても強いと僕は思っています1人で演奏するだけではなくて2人あるいはまあ3人とかでもいいですし4人だとカルテットになるもっと大きくなると室内楽になったり一番大きくなればオーケストラでも演奏することができるこれは日本だけに限ったことではなくて 海外ででも言えることなんですよね何せ楽器は持ち運ぶことができるんです小さなケースに入れて飛行機にも載せられるまあ僕もよくねセブ島のオーケストラの支援、ね、演奏したりレクチャーしに行ったりしていますけれども国内にとどまらないろんなところで演奏できるこれはあれですね僕も外国行った時のレストランとかで飛び入りでセッションしたりとかもするんですけれども例えばピアノとかだと楽器がないともう演奏できないんですよねでも弦楽器は 持ち運んで演奏することができるこの間もパーティー演奏をしたりしましたけれども欧米の、ね、人たちと最初に会った時に「あ君それを背中に持ってるのは何だ?」ってバイオリンなんだっていうこういう小さなきっかけからお話ができたりして友達になったりする。でじゃあ今度またどっかで演奏しようよというような話につながっていくとても世界が広がるんですよね。もももっっとと小さな規模ででて学学校で演奏奏したり僕も中ののの時に吹奏楽部のフルートの人と ピアノを習っている人と3人とで演奏したりしましたたりま全然生まれも育ちも違うというか、ね、同じ教室じゃない人たちと演奏したりすることができるでさっきか,かつ最初に言ったようにバイオリンを演奏できる人が学校にいないんですよね。 ピアノ演奏でききるるる人人ははフルーツ演奏できる人はいるかもしれない。でもバイオリンを演奏できるのが僕しかいなかったからそういうトリオが成り立ったということもあると思うんですよロックバンドの中に入ってもいいと思いますメロディーをなぞるだけではなくて裏で、ね、なっているストリングセクションの、ね、ロングトーンを弾くだけでもバンドで演奏するということは実現できるんですよ、ね、こんなに万能な楽器ってなかなかないと思うんですよねそういう意味で、えー、いろんな友達で演奏できるということを8つ目であげましたさあ9つ目ですね今のお話に、 え付随していくんですけれどもやはりいろんな友達ができるということが僕はとてもいいことだなと思います今の僕の教室でもそうなんですけれどもいろんなところから生徒さん来てくださってます小さい頃だとあんまりにまだ認知してないかもしれないんですけれどもみんな続けていくと違う学校に行ってでもそこでまたコミュニティができていったりするんですけれども同同じじ学校でで過ごしていて同じ地区で育っていい地区育っまあそんなに交友うう関係って広がらないと思うんですよ。ただ原学期をやっていいるととうこと まあ、うちのスタジオでもそうだし他の教室でもそうだと思うんですけれどもその教室に通っている子たちと過ごすだけでもやはりいいろろんんなとところに友達でできていくと思うんですよね年に1回の発表会で会うだけかもしれないし、まあ、うちのクラスは、まあ、アンサンブルの機会結構多く設けているのでシーズンごとに会っていくと思うんですけれどもそこで友達ができる共通の話題はやっぱり弦楽器というでそこからもっと大きくなった時に僕もそうだったんですけれども。 20年後とかね結婚式やりましょうって言った時にじゃあその時の友達と一緒に演奏しようっていうこと僕も結構何回かありました、えー、鈴木メソッドで育ってきて当時の友達の結婚式で一緒に弾いたりとか、まあ、自分のなんだろうないろいろで演奏してもらったりとかそれが自分たちでできてしまう、まあ、よく親御さんとかに言ってるのは子供へへのの10年後20年年後後プレゼントだだとと思ってくださいというようよなお話はします楽器習得をすることってやはりとても時間がかかるんですよね 時間がかかるんですけれどもそれだけ将来的に簡単には手に入らない技術またつながりが手に入りますここれはとととても大事なことだと思うんですよそれを見つけてくれたね親御さんには僕はすごく感謝していますし自分の親にもそれを続けることができたのはやっぱり周りの友達のおかげだと思うので、ね、そういうところも弦楽器をやるいいいこととななんだなと思いますさあ、えー、最後ですね。弦楽器をやることによって いろいろな楽器に応用ができるということだと思います。僕は小さい頃からバイオリンをやり始めて高校からドラムもねやり始めたんですけれどもすごくドラムをプレイするのがあまりつまずかなかった要因って僕バイオリンだと思うんですよねやはりドラムよりバイオリンの方が難しいと思いますバイオリンの方が僕は歴は長いですけどやはりバイオリンの方がちょっと大変だなって未だに思ったりしてますそれはやはり細かい動きだったりするんですけれどもでバイオリンをやっていたから こうギターを演奏したりベースを演奏したりすることまあそんなプロフェッショナルまでね行かないですけれどもやはりフレットがついていたりとかびっくり弾いたりとか弦楽器よりもみんな後からできた楽器なんですよねということは弦楽器の演奏方法をいろいろ応用することができるんですよで構成にできた楽器は演奏しやすいような改良がやっぱり進められているんですよね先ほど言ったようにギターではフレットがあったりとかペグもギアで止まってたりとかピアノだったら 鍵盤によよってて音が仕切られていますよね吹奏楽器も同押抑えるところがあっていればそんなに音程は多分狂わない楽器だと思うんですよ。まあ、マウスピースのものはちょっと金関係はねまたちょっと違うかもしれないんですけれどもから小さい頃から、ね、今日の冒頭でお話ししたように細かい作業をやっていたり、ね、指先の神経をよく使ったりすることっていうのはとてもいろんな楽器に応用が効くことだと思うんです、まあ、少し話は別に飛躍してしまうかもしれないんですけれども。 違う楽器をプレイすることによってまた新しい発見が出てくるあこの楽器はこういうふうにプレイすればいいんだなとか例えば僕はドラムをプレイしている時にバイオリンの気持ちがすごくよく分かるのであ,あんまり大きい音を出しちゃいけないんだなとかこういうふうに演奏してあげればバイオリンで弾いてる人たちはこうリズムが取りやすいんだなとかそういう気づきにもなっていきます。なのでででやはり弦楽器って難難ししいいと思うんでしょ難しい中で自分がどれだけ コントロールできるるよううになかかどうかこれはもちろん面白いことだと思いますし他のこともちろん楽器だけじゃないと思います日々の生活のいろんなところに応用できると思うのでそういう意味もあって僕は弦楽器を弾くことってとてもメリットがたくさんあることだと思うんですよ。単純に音楽が好きだから始めますというだけではなくてその音楽を始めたことによっていろいろと人生が少しずつ豊かになっていくことがね楽しみながらできるとてもいいことなのではないかなと。 思います今日はバイオリンだけじゃないかなまあ、弦楽器を始めて少し豊かになる10のことをお話ししましたまたいろいろあるかもしれませんねこれ以外にもえまずはちょっと僕が思いつく限りのことをお話ししてみましたそれではまたちょっと次の動画で会いましょう